JDC シリーズサイモン化事件。サイモン化事件は2004年に発表された清涼飲流水による日本の小説作品および同作者による小説 JDC シリーズの作品世界において1977年から1980年にかけて発生した架空の連続開始殺人事件。作者のデビュー作コズミック。 ジョーカーの頃から作中で言及されている後に犯罪革命と称される事件。10年の構想を経て2年をかけて書き上げられた。コズミックジョーカー内では記述史の一家、サイモン家で1979年から1980年に起こった連続殺人事件。カラス城掃治と当時まだ6歳だったサイモン19により解決されたが19人もの 犠牲者が出た事件として話題に上っている。また、この事件の解決により日本探偵クラブの名が世間に広く知られるようになり、JDC へと解消された。この事件は L 犯罪認定されていたため、その全貌はほとんど知られていなかったが、実際は1977年9月から1979年3月の19、 カ月間に連続で起こった一族の開始事件と1979年4月から1980年10月の19、カ月間に起こった連続殺人事件の2つの事件が存在する。島根県津和野の旧家、サイモン家は、記日サーカスの一門として名を馳せていた。1977年9月19日、サイモン家の最長老、サイモン、タマコの白樹の祝いの席。 娘に車椅子を押してもらい、舞台に登場した玉子。突然照明が落ち、数十秒の暗転の後、背景のめでたい紅白の幕はクジラ幕に変化し、玉子もこと切れていた。自然死と判断されたが、彼女の死を皮切りに、毎月19日に一族が、次々と開始していく。サーカスの座長、蘇我天水は、この連続開始事件が単なる偶然であることを、 証明してほしい、と、兼ねてより懇意にしていた日本探偵クラブのカラス城を、掃除に依頼してきた。カラス城は、部下のキリギリスを伴って、ツワノを訪れる。しかし、なすすべもなく演者の開始事件は続いていく。そして、驚愕の真実が明かされる。日本探偵クラブが発足されて、数年、まだ小さな探偵事務所だった時代の物語。京都、 河原町通り沿いにある5階建ての雑居ビル、馬田のビルの3階に今日構える。総大、名誉顧問、探偵12人、事務長、事務員4人の19人で総員だった。総司が総大を務めるという条件で、カラス城青上・青オ白の日全像らが貢献となり、総司が所長をしていた、カラス城探偵事務所と、白縫が所長をしていた。 知らぬ日探偵事務所を合併させる形で誕生した。もともと知らぬ日探偵事務所にいた7人は、知らぬ日を班長とする、知らぬ日班、カラス城探偵事務所にいた5人はキリギリスを班長とする、キリギリス班に振り分けられていた。双方の班員は、水面下で争っており、互いの班に露骨に否定的な態度を取るのは、知らぬ日班では武者の工事、言うと、薬師寺、 キリギリス藩では、雷王子、愛変。知らぬ批判キリギリス藩事務委員会祖は、鎌倉時代にまで遡り、津和の城の筆頭がろうとして、城下町に君臨し続けてきた。明治時代中期以降、岩見に民山を発掘し、山陰の成金と呼ばれた99や、当選家と密月関係を築いていった。その関係は、現在も続いており、 相互婚姻も繰り返されてきた。サイモン本家サイモン文家99野党選果藤竹。ありがとうございます。